そう、それそれ。マンションのベランダで早朝の風を感じながらの寒風摩擦。マンションのベランダで変態やん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで前回のね実況から1ヶ月ぐらい経ったんやけど毎度ながらめちゃくちゃ経つっていうね。これただの自由時間よね。まだ何も起こってないんかな。外に出ます。とりあえず前回のあの事件で一人死んで、で事件前に見せしめで一人死んどるわけやろ。で犯人が処分されて、ってことやけん3人おらんなって、今つかの間の平和って感じかな。じゃとりあえず誰か探して声かける。すごいのんきな感じの音楽流れよるけどえ、みんなどこにおるんやろ。あれかな、このおらんくなった人の部屋とか。ガタガタガタ、開かない、鍵がかかってるみたいだ。え、おらんくなった人の部屋はもう閉ざされてしまう感じ。マジかよ、おるんかな。葉隠れくんの部屋はここだ。今は特に用もないな。話を聞きたいんですけど、おらんってことかな。あの子閉じこもっとんやないん。ふかわさん。インターホンを押してみよう。何よ。私に何か用？どうしよう、ふかわさんと一緒に過ごそうか。あ、一緒に過ごすとかそういうことができる。なるほどね。過ごす、じゃあ。私と一緒にいたい。何を企んでいるのか知らないけど、好きにすれば。あ、好きにしていいんや。めっちゃ普通に追い返されるんかと思った。ふかわさんと一緒に過ごした。ふかわさんと少し仲良くなれたみたいだ。お、プレゼント？あ、そういう感じ？渡そう。渡すプレゼントを選択してくださいませ。何プレゼントって。バードライス。あのガチャで出たやつか。永遠のミサンガ。なんかこの子ちょっと危険な香りがするけんさ、永遠のミサンガとか勘違いしそうじゃない？すごく勘違いさせそうじゃない？でもどうよ。物が特にないんすよね。バードライス。バードライスとかは。あんたなんかからこんなものをもらったところで。別に嬉しくないわよ。迷惑なだけよ。少しは喜んでくれたかな。マジで喜ぶん。絶対いらんねやけど。お母さん、てっきり僕を嫌ってるとばかり思ってたけど、その割には僕を避けてるわけでもないし、かといって話すわけでもないけど。じゃあ一緒に過ごし何しよったんやろ。めちゃくちゃ気まずくない？あのさ、お母さん。何よ。何が聞きたいの？仲間の私の何が知りたいの？仲間って自分で強調する。あれ？喜んでる？さ、前に聞きそびれたんだけど、ふかわさんって普段は何をしてるの？小説を書いてるわよ。連載を持ってるから忙しいのよ。勉強と小説の両立に忙しいのよ。あんたみたいに間抜けと違ってね。でもさ、今小説書いたところで、じゃない。だって、届ける編集部とかも、ね、繋がれんわけやし。はぁ、やっちゃった。私言ったらまた余計なことを言っちゃった。これで確定ね。嫌われたわね。むしろいじめの対象になるわけね。そんなこと。ってか、気にしとったんや。いや、別に気にしてないよ。そんなことより小説書くってすごいよね。しかもそれが世間に認められてるなんて。でも、ここにおる限り別に、もう忙しくすることなくない？もうね、手元で書いて、仲間内で配って、ぐらいしかないやんね。でもさ、小説のストーリーとかってどうやって浮かんでくるの？だって授業がそれよる雰囲気もないし。やっぱ実体験が元とか。はぁ？あんたバカ？言ったでしょ？私の小説は恋愛小説だって。私の実体験から恋愛のストーリーができるわけないじゃない。妄想よ妄想。すべて妄想。妄想なら恋愛したい放題でしょ？実生活がさっぱりだとしても。あ、一応したいとか思ったんやね、恋愛。それとも恋多き人間じゃなきゃ恋愛小説書いちゃダメっていうの？いや、そういうわけじゃないけど。別にいいけどね。バカにされるのは慣れてるし。だけどね。
絶対にいつか見返してやるから。綺麗になって見返してやるから。煮えたぎるマグマのような恨み事を残し、深川さんは去っていった。へっ、怖い。今度こそ嫌われたっぽいな。深川東子の通信簿に今の情報を追記いたしました。ん？おめでとうございます。スキルポイントが上がりました。スキル。深川さんと別れた後、僕は一旦自分の部屋へと戻ることにした。戻って何すの？まだ時間はあるな。じっとしている気分じゃない。どこかに行ってみようかな。めんどくさいけん、わざわざ一旦部屋に戻るのやめてもらっていいですかね。外に出ます。もしかしてめちゃくちゃ遠出しても、一旦部屋に戻ろうかなって返される感じ？めっちゃめんどくさいやん。でさ、違うんや。あれ？あ、びっくりした。どれ？通信簿？あ、プレゼントじゃなくて。通信簿。ここに、深川さん、これか。情報が、追加。あ、これ？獲得情報。連載を持ってるので勉強と小説の両立に忙しい。描く恋愛のストーリーは全て妄想。余計な一言を言ってしまうことを自覚している。なるほどね。獲得スキル。獲得スキル？それは、ここと一緒に過ごした時の獲得スキル数ってこと？ちょっとよくわからんけど。あ、てか、ああいうさ、このから、プレゼント制度みたいなのができたんやったら、制度、プレゼントルールみたいなのができたんやったらさ、いっぱいガチャ引いとった方がよくない？ちょっと一旦引きに行こっか。そう、なんかコインはね、めちゃ溜まっとんやけど、全然引いてないんよね、ガチャ。ここよね、購買。よし。てかみんな、誰もおらんくない？はい、来たー。ごちゃごちゃしたとこ。モノモノマシンに挑戦なさいますか？はい、します。よし、挑戦してみるか。どうしよっかなー。5枚ずつぐらいにしよっか。さあ、なんだ。アイテムゲットー。あ、何かは言ってくれん感じ？多分、風呂桶かな。何とか、物の名前すらも言ってくれんのやね。油芋って書いとった。ポテチやね、きっと。おそらく。何これ？すごい不気味な人形。何？ラッキー。あ、コイン追加せんでも、二つ目が出てきた。何今のモデルガン的なやつかな。本物の武器やったりする？ガシャで武器手に入るとかやめてよ。なんこれ、パンツ？めちゃくちゃいろんなもの入ってるね。どういうサイズ感？こけしやこけし、不気味。なんかこけしから紐みたいなの出てなかった今。どういうこけし？なんて書いとんか全くわからんな。なんやろ、パンフレットかな？本的なポスター？あ、うさ耳の。おう。ラッキー。何種類あるんかな？何今の全くわからんねえけど。微塵もわからんねえけど。てか、青しかないのね、カプセル。あ、かぶった。ついにかぶった。初かぶりじゃない？あ、でもラッキーやけんいっか。あ、ポテチやん。じゃあそこは被ってないもん着てくれんかな。おお、もうめっちゃ被り出したね。やっぱ確率が上がるよけん。ねえこれ、こんにゃく？コンクリートじゃないよね。これは、なんだ、フードがついとったね。パーカー？着ぐるみ的な感じに見えたけど。お札かな？こ
何今の全くわからん。なんかバラのマークみたいなの書いてた。コスメ系かな。一瞬リップかと思ったけど、なんかめっちゃ茶色いしね。最近ブラウン系リップとか流行っとるけど。でも多分こういうとこに出してくるのにあんな色はないと思うよね。刀。お、ラッキー。なんだなんだ。あ、ポテチ。あれやない、山田くんに渡したら喜ぶんやない。あと一回分かな。何これ、もう全くわからんな。さあ。花束、かわいい。いいっすね。そろそろ他の場所へ行こう。誰もいないんすよね。やっぱ新しいとこかな。こっちの2階？うん、さ、こんなだだっ広い学校の中でさ、こんなに誰もおらんとかいうことある？怖くない？え、なにこれ？テーブル？テーブルと椅子？え、すごい。え、こんな、ねえ、教室内とかじゃないのに。自習に使ったりとかするんかな？ん？こっちはもう行き止まりか？ 2 の B、誰かおるかな？リアルだけが全てじゃない。おらんな。全然おらんな。誰がどこにおるとか分かればいいのにね、マップで。だってマップ出したところで全然みじんも分からんもんな。図書室多分あれ、あいつがおるんやない。誰やった？トウヤ？そんな名前やったっけ？こいつこいつ。白夜やった。全然違う。集中して本を読んでいるみたいだ。とても話しかけられる雰囲気じゃないな。マジか。じゃあ何もできないわけっすね。ちょっとずっとここにいるんならさ、ほこり掃除ぐらいしていてよ。おいお前、あ、読書の邪魔だ、さっさと出ていけ。なんだって今出ていこうとしてるんだよ。てかあいつとは一緒に過ごせんわけやね。なんてこっちから来たんよね。ここはなんだい？あ、普通に教室か。赤ちゃんが寝ています、お静かに、っていうのはこのモノクマのこと。そして誰もいない。やっぱみんなあれか。次ここが広がるところかな。3階。誰もいないっぽいな。水蓮場。いや、とりあえず、どうなんやろ、みんなどこ？寮の方？誰も、あ、あれかな、もしかして。食堂に行ったらおるとか？あまりにも人がいなすぎてちょっと。あ、ここは？ 1 の B。うん、誰もいない。謎の美少女って誰なんやろ。あれかな？前におった先輩たちが書いたやつとかかな？もしかして。それはないか？ここか。あ、おったおった。どうも。待って。一緒に過ごすんならこっちがいい。誰でも勝ちたいとは思うが、勝つために頑張れるやつは少ない。バスケットボール選手のボビーナイトの言葉だよ。よし。現実におる人？なんていうか、本気で頑張らないとね。どうしよう、朝比奈さんを誘ってみようか。あ、じゃあ、うん、誘います。これから2階のプールでカラコを泳ごうと思ってたんだけど。じゃあさ、苗木も一緒に行こうよ。朝比奈さんと一緒にプールでカラコを泳いだ。朝比奈さんと少し仲良くなれたみたいだ。お、プレゼント渡しましょう。何がいいかな。なんか喜びそうなものあった？レーションって何？
なんか説明というか名前出られてもわからんねんけど、式神のお守り、白ウサギの弓矢って、この辺さ、あの殺されたあの女の子がめちゃくちゃ似合いそうじゃない？あの純子ちゃん、あのモノクマに殺された女の子ね。支配者のティーバッグって何？あの辺は男かな。インビトロローズ、インビトロローズ、え、これ何？あれか、なんか花を閉じ込めとるあれ、ちょっと名前が出てこんねえけど、桜の花束、村正、村正すげえな。プロジェクトゾンビ、ペーガンダンス、何をペーガンダンスって、動くこけし、怖、めっちゃ怖いやん、ホラー。あ、軽石ね。防除棒人形、あ、これ防除棒人形、マジで。防除棒人形なのね、あれ。スモールライト、赤の着ぐるみ、やっぱ着ぐるみなんや。赤の着ぐるみって何？なんか不気味。男のロマン、男のロマンなんこれ。交渉バッチ、絶望バット、どうする？軽石、ミサンガかな。永遠のミサンガ、どうぞ。ありがとね、すっごく嬉しいよ。少しは喜んでくれたかな。うん、なんかさ、何？よし、テンション上がってきちゃった。え、なんで？泳いだけん。なんでもいいさ、せっかくテンション上がったし競争でもしようぜ。いや、競争はいいよ、どうせ勝てないし。そうだ、まあね、ずっと競争じゃないや、水泳やってきた子にね、勝てるわけないよ。そう、じゃあ一人で走ってこようかな。っていうか、朝比奈さんって本当にいつも元気だよね。どういうこと？競争って走る方？何それ、バカにしたでしょ。違うよ、感心してるんだよ。本当かな。たまに鍵口叩くやつがいるんだよね。朝比奈の元気はバカ元気だって。バカ元気？うん、私が冬でも短パンで過ごしてるのを見て、そんなことを言うやつがいるらしいよ。もう、あ、私はあのコンビニでさ、一年中半袖で仕事しよっけん、小学生みたいって言われよったよ、オーナーに。え、でもね、洗い物とかあるけん邪魔ないよね、袖。寒さに負けるのはそっちの元気が足りないせいなのにさ。寒いは寒かったんやけどね、外掃除とか。でもよく風邪ひかないね。違うってば。風邪ひくなんて軟弱だよ。むしろ寒い時こそ薄着になんなきゃ。子供は風邪の子。これも修行の一環だからね。修行ね。さては、苗木って風邪ひきやすいタイプじゃない？実はそうなんだよね。もう、ほら軟弱だ。修行が足りないんだよ。よし、そんな苗木におすすめの健康法があるよ。早速明日から試してみるといいよ。え、どんな健康法？私も毎朝やってるんだけどね。上半身裸になって乾いたタオルで肌を直接こするんだよ。乾布摩擦、めちゃくちゃおじいちゃんみたいなことしようんやね。その名も、その名も、あれ？なんだっけ。上半身裸になって乾いたタオルで肌を直接こする健康法、なんか昔のおじいちゃんとかがしおるイメージなんやけど、それって確か乾布摩擦、乾布摩擦だよね。うんうん、そう、それそれ。マンションのベランダで早朝の風を感じながらの乾布摩擦。マンションのベランダで、変態やん。すっごく気持ちいいんだよ。私も毎朝やったんだから。マンションのベランダで上半身裸にって、それって大丈夫なのか。大丈夫じゃない、大丈夫じゃない。マジで試してみるといいよ。健康第一ってね。目隠し的なものをしとるんならあれ、まだあれかもしれんけどね。苗が風邪ひいたりしたら、私困っちゃうからさ。なんで困るん？朝日奈葵の通信簿に今の情報を追記いたしました。こういう情報なんか追記されていきうるってことは重要な情報なんかな。そのうちなんかまた、学級裁判とかになったら重要になってくる感じ？まあ、人となりがわかるのは大事か。おめでとうございます。スキルポイントが上がりました。だって今の発言的に、朝日奈さんは、あんまりそんな人目を気にするタイプではないっていう感じやもんね。朝比奈さんから健康法を紹介された後、僕は自分の部屋へと戻っていった。また戻ったよ。あ、でももう夜時間か。2回分なわけやね。なるほど。2回分ってか2人分なわけやね。キンコンカンコン。
校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。今日も終わりか。でも今日が終わったところでこれは終わらない。これはいつまで続くんだ。そんな不安を抱えながら僕の夜は更けていった。何も起こらんかったね。夜中に起こる感じかな、寝よる間とか。お、モノクマ劇場。まあでも人狼ゲームじゃないけんね。別に夜中に殺す必要はないんやけど。僕ってさ、可愛い子を見るとじっと見つめてしまう癖があるんだ。じっとじっと見つめてしまうんだ。さっきだって駅まで自転車で行って、トイレの大きな鏡をじっと見つめてしまったもの。このモノクマ劇場って一体何なんやろ。なんか関係あるのかな。前回までのモノクマ劇場ってなんか前の人たちの話じゃなかった。これは今回てか駅ってモノクマ行ってるの。